GTA ロールプレイ。それは GTA 5の世界で構成されたなりきりをベースとした生活サバである。タクシードライバーから弁護士、警察、ギャングまであらゆる職業になりきることができ、多数のストリーマーが身を置くこの世界では様々なコミュニティが展開され続けているのだ。今日も私はこの世界で伝説を紡いでいく。Tinder のアプリ入れますか？おぉ Tinder のアプリ、何それ何それ、ちょっと待って、何そんなこともできんの？ちょっと待って、本当にそんなことできんの？この世界。これで今すぐ登録しよう、ログイン。Tinder に表示される名前、お金玉。パスワード、いいよ。じゃあニコニコ、どうしよう。帰ったよー。お帰りなさいませ、ご主人様。なんだてめえは。なんだてめえがよ。こっちで生放送してたんだよ。ナンバーワンギャングになるんだよ。何行く？じゃあみんなに任せよう。今日なんでやねん。食べましょうかね。みんなは決めれないよ。じゃあコメント読みます。サラダお腹いっぱい何？このティンダー使えねえじゃねえかよ。何してんの？ティンダーって読み。あ？あ？何ティンダー使ってんの、てめえ。あ、どういうこと、ティンダーって。じゃあこの鉄尾にライクする。じゃあそろそろやるね、生放送。オッケー。やってんじゃん。やってるけど、あんたがいたら進まねえ。あ、私が邪魔ってことなの？そういうことじゃないけど、進まないの。私が邪魔ってことでしょ。そういうことじゃない。あ、てめえ、外人差別だ。外人差別してね、お前。はい、ということでね、やっていきましょうか、今日もストグラ。とんでもねえやつが乱入してきたよ、本当に。いい車だね、これ。ちゃんとフルカスタムされてるわ。初速もさ、速いしさ、車やばいっすよ。なんで、めっちゃいいじゃん、これ。今入ってるのかな、俺、まだ。これまだ入ってる？あー、入ってる。あ、いるいるいる。ガンロスラブバイブレーション。電話してみる、あいつに。電話してみるか。はい、生命保険のガンロスです。あ、もしもし？あ、もしもし。ちょっと生命保険入りたいですけど、どこいますか？あ、もうあなたも入れる保険ないです。それじゃあ。なんだこれ、おい。おい。おい。保険屋としてどうなんだあれ、おい。なあ。まだ死んでないぞ。保険屋でーす。なんかいい車も乗ってるし、いるね。すいません、生命保険入れますか？おい。どうしたんこの車。え、これ拾った。おい、ざけんな。おい、ざけんな、お前。お前の車じゃねえのこれ。これ俺の車じゃねえよ。誰の車じゃこれ。なあ。お前見てみろ。新しい車手に入れたんだ。新しい車？何これ、ボロボロじゃねえかよ。1億円ぐらいするらしい、これ。フルカスタム。フルカスタム元が8000ドル、うん、で、改造含めて1億円ぐらいかかってるらしい。俺の車もいいぞ、これ。これ、お前の車なんこれ、本当に。これ俺の車になった、今日から。今日から俺は。誰にもらったの？これ知らねえ、置いてあった。いや、それはお前の車じゃない、それ窃盗って言うんだよ。じゃあ今日は新しい稼ぎ手俺見つけたんや。新しい稼ぎ手？本当かよ。あんま大きい声では言えねえが、違法トラック。違法トラック？なんと1回30万だ、うん、え？高くね？高え。でも違法なものや。俺は昨日そのトラックを3回運んで3回トラックを潰した。一銭も稼いでない。じゃあ空港までドライビン行こうか。どこ行くの？ほら早く降りろ。ここ？ここだ、ここだ。聞いてほしいことが。ああ。この情報は絶対誰にももらね。なんでまずその距離感？これ誰にも聞かれちゃいけないことだから近くで話してんの。いい？ごめん。このトラックっていうのは警察に追跡されることもない。え？一切。マジで？で、普通のトラック運転手と見分けがつかない。バレなきゃいいんだ。余裕じゃん。バレなきゃいい。オッケー、それでいい。オッケー。よし。よいしょ。危ねえな。お前の車を人質に取った。お前何、どうした。おい、お前の車を人質に取った。今すぐ150万俺に振り込め。いいのかお前。150万。うん。あ、俺32万しかねえ。なんでだよ。俺は今すぐ金が欲しいんだ。俺だってこんな車欲しい。分かったトラック運転手やるんだ。分かったじゃあ戻すわ。うん、危ねえ。あれちょっと待って。徐々に今この瞬間から
この瞬間から、聞く保険あります？すいません。もう、お前。え？お前、シンプルに、うん。頼む、死んでくれ。俺、お前のこと殴りたいけど殴れねえんだよ。なんでこれ。ということでね、洗車が終わったということで、次の仕事にかかりましょう。あ、洗車じゃないですよ。ここにトラックが来る。運転手は誰がやる？おお、なになに、え、ちょっと、なに、え？引かれん、引かれん、大丈夫よ。安心しろよ、お前。なんだこいつ。勢いでごめん。保険あってんの？お前、つこら。せめや、おら。よし、こいつ、ちょっと、ちゃんと痛めつけといた。分からしてやった。あー、ちょっと、お前。おい、もうなんで死んだやなんけ、もう。もう勘弁してくれよ。救急車よ。救急車呼んでもらおう。救急車OK。でもバレるぞ、俺らが違法やってたこと。え？バレないでしょ、救急車で。いや、ただ、いや、ここのトラック借りてただけですって。あいつあれ、車の心配。1億取られるよ、初心者マック。え？本当に？なんか来てない？誰か。あれ？こんにちは。助けてください。どうしたんだ？何があった？私はこの男に急に殺されそうになっているんだ。どういうこと？どういうこと？こいつに殴られたんだ。なぜか知らないが。そうだ、俺はただ歩いていた。トラックバイトとかじゃなくてこれ。ああ、違う。普通に歩いてただけなんだよね。わかった。ちょっと救急隊に連絡取る。私を助けてくれてありがとう。ああ。俺は警察官だ。キーマットホームズだ。警察官なんだね。あ、そうだ。やべえ、警察来た。やべえ、警察来た。危ねえ。ありがとう。ありがとう、マシラさん。あの人にぶん殴られたらしい。そう、あいつにぶん殴られたんだ。あいつを殺してくれよ。あんた名前は？俺の名前はハイグレタマオジア。よろしく頼んだ。ハイグレタマオジア。何かしら？やべえ、警察ばっかり来た。それっていいんだな？やべえ。意識はどうだ？もうすぐで目を閉じそうだよ。マシラさん。何十秒だ。僕は、白雪姫なんだ。じゃあ目を開けるには意識を朦朧としてるから、僕にキスをしてくれないか。そしたら起きれるかも。私それで助かるならするが、あとどれぐらいなんだよ。あと15秒で死んじゃう。本当か。10 9 8。じゃああれ4 おーい、これ、おい、どうなってるこれ。どうした、俺武空術使ってる。どうした。おーい、ここだよー。おいしゃさん、どうやって助け、おーい、ちょっと、あれ治療しよう。あ、治療するんだ、ここで。あーね、個人的に、やだ、大胆。よし。あー、やったー、ありがとうね。ありがとう。いろいろ聞きたいことがあるんだが、まずは自己紹介からしよう。じゃあ俺の名前ハイグレタマオ、白雪姫だ。俺は救急隊ライドマシロ、よろしくな。ライドマシロさん、ありがとうね、助けてくれて。院長なのかな、病院の。いや、そんなことはねえが、遅れてすまねえな。ちょっと待ってくれよ。今、俺がいるところまでちょっと迎えに来てくれねえか、警察の方。ヘリを押収してほしいんだ。ヘリ押収？警察来るの？あんたは一体いつからこの町にいるんだ？俺はね、2年ぐらい前からこの町で生活しているよ。あ、そうか。うん。じゃあ請求書切るな。請求書？請求？いや、この町に来たばっかの人にはこの町からの計らいで医療費を市が負担してくれるんだが。どうやら違うようだからな。どうも、大悟です。というわけで今回は、嘘を見抜くための方法についてご紹介したいと思います。こんにちは。こんにちは。ホームズ、ちょっと病院までいいか。あ、いいぞ。あとな、ガンロスだろうやつから、タマオってやつに車を海に沈められたから、そいつを逮捕してくれ、みたいな。いや、あいつおかしい。いや、おい、よく聞いてくれ。ガンロス。何があったか教えてくれ。まず俺は死んでいただろ。通報によると、心だけを殴って反撃により。それは違うんだ。それは全てあいつのガンロスのせいだ。まず俺はガンロスにあそこに呼ばれて行ったんだ。そしたら急にトラックが飛び出てきて、俺はそれに巻き込まれて死んだ。そしてガンロスは俺を置いてどっかに行ったんだ。あいつを逮捕してくれねえか。俺はお前に協力する。俺は一緒に逮捕しろ、あいつを。じゃあ乗ってくれ。ガンロスはどこだ。ガンロスを出せ。
落ち着け、落ち着くんだ。さっき電話が来たから、もう一回電話してみるね。ああ、頼む。あそこにいるか、分かった。じゃあ、行くわ。なんか、玉尾がガンロスを逮捕してくれ。マジで許さねえ、あいつ。警察呼びやがって。ここら辺だ。うわ、どこじゃ、ガンロス。あ、いたぞ、ガンロス。ガンロス、カモってやつが君を逮捕してくれって。はい、これね、キーモと一回ちゃんと話聞いた方がおもろい話聞けるから聞いた方がいいですね。おい、お前、これちょっと、おい、お前、何を言う。マジで、お前、この姿見ろ、俺。このままだとしばらく走れもしない。何もできないからな、お前。おめえのせいで仕事もできねえじゃねえか。お前、俺を逮捕してくればおかしいだ。お前、ここに警察呼んだの、お前な。警察呼んだら当たり前だろ、お前、これどうしようもないだろ。警察に押収してもらわないとできないんだよ、お前、これ。泣けんじゃねえ、俺はよ。俺、捕まりそうだったんだ、この野郎。お前、俺の顔に免じてちょっと二人一回止まってな。君が殴ってたね。ちょっと待って、話聞いてください。車を降ろしたのは誰？こいつです。カロス、話違うな。違いますね。この玉尾とかいう男が車を落とされたくなければ、うん、今すぐ170万よこせって来たんだよ。俺もそんなわけがないだろ。お前ちょっとやられたの。証拠がないからな。証拠がないけど、こいつ、こいつうるせえな。ちなみにこれお互いがこういう見つけ合いの話だけだったら意味がないから。今タクシーやってないの。ちょっとやめてくんなよ、本当に。後で行くから、後にして。続く。